ということでもう回しております。半分映ってる。誕生日になりここにいるという、耳もつけ浮かれ31の男がディズニー、ありがとうございます。ディズニーにおります。すげえよ、40周年人めっちゃ多いよ、すごすぎる。アップルティーとアップルティーソーダ、アップルティーソーダとピザ、ソフトサラミのなんちゃらピザ、ソフトサラミピザ、爪がこう、ああ、食べる、食べます。飯を食ったんで、ハッピーバースデー、あ、そうや、シール、シールもらう、もらわない、誰に話しかけてるか分かんないな。で、とりあえず、なんだっけ、タバコ吸うのと、モンスターズインク、行ったことがないので、行きたいので、並びます。で、ジャンボリーミッキーが始まるんですけど、あと50分ぐらい。なんだけど、もう美女と野獣がね、朝システムのあれで調整が入ってたんで、で再開してるんですよ。ただ行っちゃうとジャンボリミッキー行けなくなっちゃうし、でベイマックスも50分待ちだから行けないんですよ。なんでちょっとプラプラしてジャンボリミッキーを待ちます。はい、ポコンでも買う。あ、いいね、なんか40周年の限定の入れ物がね、ポップコーンバケットありますんで、行きましょう、行きましょう。とんでもないっす、やば。とんでもないっすよ。ディズニーとんでもないっすよ。ここら辺が見える。ここら辺が見える。後ろ。こうやって撮ったら多分わかると思うんだけど。あ、ほらほら、あれ。なんかね、木と木の間に映ってるあのなんか山。あれが絵なんだよ、やば。ちょっと後でもう一回近く行きたいけど、うん、え、すごすぎる。そしてポップコーンの匂いすげえ。うろうろしてたらウッディおった。ウッディおる、すごいな。さっきはスティッチと、うん、ピンクのスティッチ、ピンクのスティッチと、あとチシャネコ、チシャネコおりました。めっちゃ下から逆光で眩しそうな顔を撮るっていう、ジャンボリミッキーやってるとこ撮ったよ、やってるとこ撮った前の人たちはほぼやる、踊らない、らてか、もうここの人たちは踊らない人だった、踊ってんの、あの辺でしょ、あの辺が踊ってんじゃない、そういうことか、そういうことな。ここは手だけ、よし、今だけな、後ろの人がいるんで耳取ります。
ャンボリミッキーを座りながら全力で踊る男過去31歳バッチリ収めました、ね、やばいな完全に撮影チルス隣でお嫌いなボーイです。決めるとこちゃんと撮ってるちゃんと撮った完璧に踊ってましたもう食べかけやけどなこれ買いました、トロピカル買いました。食べてます。もう耳かじられてうまいわ。この運動した後の、運動した後のアイス、いや独特の耳遠いくやつないのよ。うまっ、うまい、よかった。いい感じに火がかけてる。うん、あすごいですね、圧巻です。ちょっとこれだけ今シンデレラ城前なんですけど、ちょっとこれだけ 4K で撮りたい。 4K で撮ります。 4K で撮っても変わんねえかな。でもこんな感じ、すごい空も相まってすごいよ。金取るわ。金。してんだ。いやいいですね。箱のガラス屋さんみたい。ガラス屋、ああはいはい。行きましょう。めっちゃ綺麗や。すごいね、もう本当40周年の40。40って書いてあるの、40って書いてあった。これ31 ね、すごいです。救済タダ、そうです。結構タメ、全然ちゃうわ全然ちゃうわあ、すごっ、圧巻です。すごいです、ハンパね。みんなハッピーになったみたいだね。クラスの力でみんなハッピーになったみたいです。みたいです。楽しみ。楽しみです。ベイマックス。かわいいね。いっぱい。飛ばされるのか。ノリノリで頼む。ノリノリで。何の曲やろ。なんだろう。可愛い、もちもち。お来た。チョコや。何？何？
あー、クールの間には忘れ物が多いという統計を見つけました。あー、おもろ。あー、ためすぎた。あー、ためすぎた。どんだけ振り回されるの。めちゃくちゃ俺もこっちからドーン。いや、おもろい。あ、おもろかったな。全然手振ってなかったしな、もうな。あ、おもろ。パレードが始まります。で、ちょっと遠目からスモーキーチキンレッグを食べながら見ようかなと思います。すごいよ、めっちゃ人いる。すごい、すごいな。チユがスモーキーチキンレッグを買ってくれました。もう定番だね、めっちゃうまいです。で、これ謎の飲み物なんですよ。かっこいい入れ物、ね、これ持って帰りたいね。入れ物って言ってもいい。ほんと、なんだろう、なんだろう、飲みます。ルービーじゃないですか。最高、最高だよ。ありがとうございます。うん、うまっ。いや、遠目からでも全然見えるね。踊ってるから、 GoPro 持ちながら体が勝手に、ね、まあ、ポップコーン並んでます。てか、ポップコーン並んでるんだけど、ケースが欲しい。そう、とりあえずケースだけ買ってね。これ知ってる人、いるか分かんないですけど、あのケースだけ買えるんですよ。でチケットもらって、その好きな、ね、キャラメルコーンとか、その塩とか、そのね、チケットあれば中身はそこで入れてもらえるっていう、これ豆知識です。知らない人多いと思うんで、ぜひ。さっき覚えたわ。やっとです。125分待ち。もうそろ1時間やん。あ、まあ、あ、待って、これまだここまっすぐちゃうんや。一回左曲がるわ。もうかなと思ったらまだでした。でもここいいっすね。さあ、あとちょっとです。え、なんかすげえさ、そこさ、よく見てみる。お金投げ込まれたな。そう、なんかみんなこういうところにお金投げ込むよ、みんな。なんでな、お金投げ込む。で、あそこよ、俺が言いたかったん。あれ、すごい、マジで。ちょっと逆光で見えへんけど。すごいな。ね、そう。あれ、絵ってやばいな。意味がわかりません。冷蔵庫にあったプリン食べられたの。何を言って、この高さ怖くて売り場に。そういうことだ。ということで、もう間もなくです、うん、1時間、いや2時間か、125分待ちとかだったんで、それ2時間かかったのかな。
っていう感じ。3時49分だ今。1時間半だ。でもだとしたらもう早いな。早く。うん、本当だったら6時ぐらいだったね。予想ね。はい、ほら。中入ってもまだちょっとあるからな。あ、そうか。じゃあ私たちにはね、あるミッションを課せられてるんですよ。そう。ミッション課せられてるじゃないですか。忘れてるんかい。忘れてるんかい。そう、ちょっと。これね、これをいただきましたんで、これをね、キャストさんに渡さなきゃいけないんです。はい。これちょっと渡します。なんかその、待ち時間とかのやつなんですって。ですって。ですって。はい。